について男子の 400m ハードルの予選が行われます。予選は全部で5組行われ、各組の上位1着そしてタイム上位3名が決勝に進出です。それでは予選第1組6名での出発です。オンマグリーンカードです。失格等はありません。スタート前に体が静止しなかったためスタートのやり直しとなります。スタートしました。男子 400m ハードルの予選第1組7名での出発。1着は第5レーンを走りました上原くん、モア、神奈川、時間53秒01でした。今日はモアが存在感を示しています。